ボレースワフの息子たちによるポーランドの分割相続、長子領、ビエルコポルスカ東部、マオポルスカ、クヤビ西部、ウェンチツ地方を呼び、シェラツ地方からなる、シロンスク領、ブワディスワフ2世の分領マゾフシェ領、ボレスワフ4世の分領ビエルコポルスカ領、ミエシュコ3世の分領サンドミエシュ領、ヘンリクの分領、ウェンチツ地方、 ボレスワフ三世の未亡人サロメアの家不良で、その死と同時に、長子領に戻される、ポモジェ、長子領の支配者の報道シロンスク公国、または、シュレイジエン公国は、中世ポーランドのシロンスクに存在した公国。1163年に創設されて間もなく、シロンスク公国軍へと細かく分割される状況が、生まれた。 1172年から1177年のシロンスク1177年から1185年のシロンスク当初はシロンスク地域と呼ばれた広告は1138年ボレスワフ三世の遺言状によってポーランド王国の5つの主要な地域の一つとして創設された1138年から1146年にかけてこの地域は ポーランド大公ブワディスワフ2世によって統治されたが、ブワディスワフ2世は、ポーランド王国の統合のための争いに敗れると、周囲の公の地位を失った。その後、シロンスクは、彼の弟である、ボレスワフ4世によって統治された。1163年までに、新世ローマ皇帝フリードリヒ1世の支援で、ブワディスワフ2世の息子たちは、シロンスクを回復した。 ブワディスワフ2世の息子たちは広告を分割し、これがシロンスク広告軍の始まりとなった。長南ボーレスワフ1世は中部シロンスクと低地シロンスクを含む広い地域を保持し、ブロツワフを首都とするブロツワフ広告を支配した。次男のミエシュコ1世はラチブ首都チェシンを分領として獲得し、ラチブ首広告が形成された。 兄弟による短期間の争いの後、オポーレオ首都とするオポーレ広告も同時に成立し、ボレスワフ一世にうとんじられていたその長男、ヤロスワフに与えられた。ボレスワフ一世と、ミエシュコ一世の弟である三男コンラトも1177年に、グーグフを与えられ、グーグフ広告を形成した。ただし、コンラトは、このないまま死んだため、グーグフ広告は、 ボレスワフ一世が併合した。ポーランドの分裂期に、広国は世代交代が進むにつれて細かく分裂していった。広国軍は14世紀には、ボヘミア王国と結びつき、一部は復活した、ポーランド王国に再統合されたりしたが、大部分が1348年に、新生ローマ帝国の両方国家となった。1526年に、ボヘミアが、 ハプスブルク君子国に組み入れられると、ボヘミアとシロンスクの諸公国は徐々にオーストリアの支配を受けるようになった。1740年、プロイセン王フリードリッヒ2世はオーストリア領、シュレージエンに侵攻し、18世紀後半まで続いたシュレージエン戦争の結果、この地域の多くをプロイセン領に併合した。旧公国軍の大部分は後にプロイセン領、 シュレージエン州に再編され、オーストリア側に残った地域は1742年、オーストリア領、シュレージエンとされた。ポーランド領内に残っていた広告軍の一部は、18世紀末のポーランド分割の結果、プロイセンとオーストリアに併合された。オーストリア領、シュレージエンは1918年まで存続し、第一次世界大戦後に、 ポーランド第二共和国とチェコスロバキアとの間で分割された。ありがとうございます。